ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場。味はグッドうまいリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは下の概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。本日はですね、超簡単で超短時間、そして超ヘルシーな、減量中でも食べれるローストビーフの作り方を実践しながらですね、公開していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日使うお肉なんですけれども、これも本当超赤身、オーストラリアのオージービーフですね。モモブロック 100g 169円、かなり安いですね。まあ見やすいようにこんな感じで真っ赤っかです。これを使っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、いつもはですね、換気扇とか切って聞こえやすいようにしてるんですけども、ちょっと調理中はね、換気扇が切れないので、ちょっと鳴らしながらで、もしかしたら聞こえづらいかもしれないんですけども、なるべく分かりやすいように説明していきたいと思いますので、ぜひ真似してください。さあ、肉なんですけど見てください。見えるかな？こんな感じの超うまそうな、あ、袋がついてる。肉なんですけど見てください。超赤身、そして超うまそうなオージーです。これ使っていきます。はい、では早速調理をしていきたいと思います。本来はですね、ここで塩コショウを振ってください。塩コショウを全面に裏もですね、ひっくり返して塗っていきます。ただ私ちょっとむくみやすくて、今塩分調整してるので、今日は塗りません。このまま使っていきたいと思います。はい、じゃあまずこれをですね、これ 700g、まあ 750g かな？弱あるんですけれども、まあ、ローストビーフ作るときはですね、1個あたりだいたい300から 400g ぐらいの塊にしたいので、まあこれちょうど半分ぐらいにします。よいしょ。こんな感じです。いや、めっちゃうまそうですね。これで OK です。もう切るのを、これで、おしまいです。はい。では早速ですね、焼いていきたいと思います。私が見ていたレシピだと、サラダ油使っていくんですけれども、我が家がちょっとサラダ油がないので、見えるかな？この、エゴマ油。こちらを使っていきたいと思います。これはですね、大さじ1杯入れていきます。もう大体です。たらっと垂らしていきましょう。火つけます。はい、温まってきましたら、まあ、油をなるべくきれいにコーティングさせるようにフライパンを回していきましょう。はい、そしたら、はい、お肉をドーン、はい、こっちもドーン、はい、焼いていきます。で、焦げ目をですね、つけるまでしっかり焼いていきましょう。もうこういう肉を焼いているだけで、こうロマンがありますね。すごく素敵です。で、ごま油の匂いだと思うんですけども、塩コショウ振ってすごくいい匂いしますね。焦げ目がついてきましたら、繰り返します。本当にうまそうです。はい、側面もしっかりと焼いていきましょう。全体に焦げ目をつけることによって肉の旨味を閉じ込めていきます。はい、その間にですね、
お湯を沸騰させていきましょう。すっかり忘れてました。はい、こんな感じで全体が焼けましたので火止めていきます。はい、では次の工程に入っていきます。このお肉があるんですけれども、今からこれをラップで二重にくるんでいきます。はい、よくある普通のラップです。これをですね、切ってそのまんまガシッとくるんでいきましょう。で、これ何のためにくるむかっていうと、これ作るとわかるんですけども、肉汁こぼれてくるんですよね。なのでしっかりと巻いていきましょう。まあこんな感じでもう一個やっていきます。はい、できました。そしたらですね、次、まあ、ジップロック、よくあるんですけども、この中に入れて、で、なるべく空気を入れないように、蓋します。なんで空気入れないかっていうと、浮いてきちゃうんですよね、茹でてるときに。まあ、といってもそんな厳密にやるわけじゃないんですけども、こんな感じで入れていきます。ちょっとね、あんまり料理の動画は撮ってないんで、うまく映ってるといいんですけど、まあ、こんな感じです。はい、では次の工程なんですけども、お湯が沸いています。ここに入れるだけ。しっかりと、まあ、なるべくお湯ね、入ることもあるかもしれないので、上にして、よいしょ。つけていきましょう。お風呂に入れます。よいしょ。あ、やばい。袋開いた。あ、開いてない。熱々。まあ、こんな感じで茹でていきます。で、これ3分間で OK です。3分だけ測ってください。あとは放置です。はい、では3分経ちましたら火止めます。はい、そしたら蓋をして、ここから15分また測って放置しましょう。はい、で待ってる間にもう完成品を見せたいと思います。ちょうど昨日作っておいたやつがあるんですけれども、まあこのようにラップ剥がしていきます。結構このラップのとこにこう牛のエキスがたくさん溜まるので、やっぱ必要ですね。おお、これはちょっと後でお掃除です。まあこんな感じでお肉できてます。切ってみましょう。
どうです？なかなか素人にしては上手にできてると思います。こんな感じです。すごく火が通ってるんですけど、ピンク色で美味しそうですね。で、これにポン酢なんかつけて食べると最高にうまいです。わさび醤油やポン酢をつけて食べてみてください。はい、ではこんな感じで調理が終わりました。どうでしたでしょうか？すごく簡単だったと思います。ただ一つ注意してもらいたいのが、余熱で今これ温めてるんですけども、これ温め終わったら引き上げてもらって、そのまままた粗熱が取れるまで置いといてください。調理時間はすごく短いんですけども、待ち時間は少しあるんですよね。ただその間にフライパン洗ったり、まな板洗ったりとか、まあいろいろ他のこともできるかと思いますので、うまく有効に時間を使ってください。もう本当このローストビーフですね、こう、赤身ですごく美味しいし、ただ私は今日塩コショウも振ってないし、あとこのままですね、何もつけて結構食べちゃうんですけども、皆さんはぜひですね、ポン酢だったりとか、あとはわさび醤油、こういったものをつけるとすごくもっと美味しいので、ぜひですね、そういった調味料上手に使って美味しく食べてください。では、また次回もですね、機会がありましたら、こういったヘルシー料理公開していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。